菅総理、今ね、公務員の人事の理由を説明したらいかんとおっしゃってましたよね。公務員の人事のことを、理由とかを個別に言うもんじゃないって今おっしゃいましたよね。この本のですね、第6章、殿下の宝刀人事権っていうのがあります。ここに NHK の担当課長を更迭っていうのがありますね。でなぜ更迭したかって書いてあります。論説委員の質問に答えるならいいが、質問もされていないのに、一課長が勝手に発言するのは許せない。担当課長を変える。と言って私は変えたと。個別人事おっしゃってるじゃないですか。個別の人事のこんなに詳細におっしゃってますよ。なぜ本で言えて、学術会議では言えないんですか。これ明らかに個別の役人の人事のことを書いてあります。今おっしゃってること間違ってますよ。内閣総理大臣、菅義偉君。私がその役所の人間を変えたというのは、私は NHK 改革をやるということを宣言をして、総務大臣をしてたんです。その政策に反対をしたからですよ。いや、それはもう、表になってる人ですから。それと今回の任命権とは全く違うじゃないでしょうか。いや、どこが違うんですか。じゃあいいですか。いや、任命をしないというだけですから。今井正人君。いやいや、はい、政治部に。公務員だから、個別の人事のことは話せないっておっしゃったので、公務員の個別の人事のことを話してらっしゃるじゃないですかって言ったんですよ。任命をしないとか、そういうことじゃないですよ。公務員の人事の個別のことには話せないとおっしゃったじゃないですか。話してますよ。それがまずいんだったら、この本回収した方がいいです。ねえ、政治家の覚悟ですから、覚悟を持って変えられたんだと思うので、任命されなかったと思うんですから、理由をはっきりおっしゃってください。内閣総理大臣、菅義偉君。今も先ほど来申し上げてますけれども、説明をできることって、説明をできることと、すでに公務員である人の個別の人事異動については、異なるというふうに思っています。今聞かれました、皆さん。先ほど、公務員だから人事のことは話せないっておっしゃったら、今度は説明できることとできないことがあって、それは公務員の人事とは関係ないって、全く分かりませんおっしゃってることは。総理は先ほど、公務員の人事の個別のことは話せないっておっしゃったじゃないですか。でもこちらで説明しておられるからおかしいんじゃないですかって聞いてるんです。どちらかにしてくださいよ。片方を話しておいて、片方を話さないんで、そんなのはね、ちょっとやっぱり納得できないですよ。はい、内閣総理大臣、菅義偉君。公務員の任命について、理由を言えないことと、すでに公務員である人の個別の人事異動については異なる、適材適所で人事異動を行うというのが自然じゃないでしょうか。今井正人君。ちょっともう少し上手なペーパー作ってあげた方がいいと思いますよ。だって、個別の人事は話せないっておっしゃったけども、個別の人事の話をしてらっしゃるから、とてもシンプルじゃないですか。いやいや、例とかじゃないんですよ。公務員の個別の人事の理由について話できないっていうことをおっしゃっていて、そのどういう例とか関係ないんですよ。公務員の任命とか変えたとか、それをどっちだって人事じゃないですか。ね、登用するのだって、使わないのだって、外すのだって人事じゃないですか。違わないですよ。で、一つはちゃんと話しているのに、ね、こちらは話しないっていうのは、それはおかしいですよ。
政治家の覚悟じゃないですか。人事決めたんでしょ。それでこの私は純粋にこの人たちが政府に反対したから外されたんじゃないかとしか思えないから、違うっておっしゃるんなら、じゃあどういう理由ですか、教えてくださいって今お願いしてるんです。内閣総理大臣菅義偉君。政府に反対する人って任命された方の中にもたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。今井正人君。ですね、私も確認しました。確かに安保法案に、疑義をと反対を唱えておられる方が、まあ、正確には10名ぐらいおられました。ちょっと自分で数えたので、人数はっきり分かりませんけれど、で、その方たちと何が違うかというと、この方たちは例えば、国会の中央公聴会に出てこられたりとか、参考人質疑出てきたりとか、非常に表でやった方です。だから残りの10名のぐらいの方たちの行動も私、拝見しましたけど、この人たちが象徴なんですよ。他の方たちは署名に参加しているぐらいで、大して表立って動きしてません。でもこの方たちは表でやってるんです。だから、狙い撃ちされたんじゃないだろうかと疑ってるわけです。で、違うなら説明してください。内閣総理大臣、菅義偉君。先ほど申し上げたとおりです。今井正人君。先ほど申し上げたとおりっていうのは、どういうことでしょうか。個別に話せないってことなんですか。内閣総理大臣、菅義偉君。他の方でもそうした方がいらっしゃるんじゃないですかということです。見てないのに分かってる。いやいや、それに対して私は自分の意見を申し上げたので、違うんですよ、この6名がじゃあなぜ任命されなかったのかを教えてくださいということを、違う、総理がお答えになっていることは違いますよ、他にもいらっしゃるということじゃない、なぜこの6人、反対したのが理由ではないんだとすれば、どういうことが理由だったんですかって聞いてるんです。内閣総理大臣、菅義偉君。先ほど申し上げたとおりでありまして、任命にあたっての考え方はこういうことだということで、それ以上、個々人の任命の理由を述べようということで、これは政府機関に所属する公務員の任命であり、通常の公務員の任命と同様に、その理由については人事に関することでありますので、答えをさせてください。今井正人君。びっくりしました。この総務省なんですかね、NHK の担当課長っていうのは、政府機関じゃないんですね。いやいや、人事ですから、人事。内閣総理大臣、はい、任命とか罷免とかいろいろおっしゃってるじゃないですか。その NHK の担当課長の人間については、表に明らかになってたやつです。今井正人君。それは何ですか。いやいや、菅さんがこうやって自分で質問されていないのに、一課長は勝手に発言する、勝手に発言しただけで帰ろっておっしゃったんですよね。内閣総理大臣、菅義偉君。それは政府で出そうという法案に、それは担当課長ですから、そこの法案を政府が出そうという方向性をこれ、手続き取って決めてるわけですから、それについて反対をするような人をそこに置いたら、法案通らなくなるじゃないですか。ですからは、私はそこはもう、この人事は、表に出てるやつですから、私、書いたということです。今井正人君。ちょっとね、もう、拉致が開かないんで、一つずつ確認していきたいと思いますけれど、ね、こんなあれですか、